新春一発目しゃべてつ気分始まりました。よいしょ、よいしょ。おめでとうございます。おめでとうございます。あ、すごい大きくなった。いやー、いけるよ。いつも以上に動いてる。そうですね、新春だからさ。新春だからこう、テンション上げ上げで。上がっちゃってるもん。上がっちゃってる。テンション上げ上げでいきましょう。いきましょう。はい、よし。今年もね、やりますよ、しゃべてつ気分。やるのね、ほんとね。そうなんですよ、ね、俺もう終わりだと思ってたよ、もう2018年で。確かに視聴率だって多分 1% とか 2% でしょ。いや、切ないな。そんなことあります？もう離脱ナンバーワンコンテンツってなんか、まあ、確かにヤフーかなんかに書かれてた。確かに切ないですね。見てほしい、このゆるさを。切なくない、切なくない。ヤフーもそんなこと見たことない、そんなの。確かに勝手に言ってるだけですもんね。ありがとうございます、はい、だけで、今年もやっていきます。よし、やった。はい、続いちゃうのね。そうなんですよ。よし、でね、ですね、うん、よい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 よ。びっくりするわ。何フリップ出そうとしてるの。次行こうと思ったんですけど。早いよ。いいかなと思って、無視していいかな。つまんねえ指で入ってくんな、本当に。確かに待ってたんですけどね、なんか全然来ないからいいのかなと思って。いや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 、紹介しろや。正月からね。誰も紹介しない。おい、正月からディレクターしげちゃんの入り方が下手くそ。入り方が。しゃべりさんとディレクターのしげちゃんです。来ちゃったよ、来ちゃったよ、出ちゃったよ。はい、やっと自分でね、自己紹介されました、ね。紹介して。でもね、しげちゃんってね、鉄道業界の人は結構知ってんだよ。だってしげちゃんとね、みきちゃんって、そうなんですね。ね、発表会とか、一緒にね、工事現場の公開とかね、はい、取材行くときに、はい、してます。二人で行ってんだもんね。はい、そうなんですよ。それみんな見ても、またあいつら来てるよ。またあのゲス、またあのゲスメディア来てるよ。ゲスメディアって思われてるかもしれない。ろくなこと伝えねえのに、よう V 回してるわ。取材は来るんかいと。よう V 回すわ。はい、ちゃんと伝えてるんですけどね。だってみきちゃんが、現場からでしたーって手振ってる時って、もう他のガチで来てるメディアって、はい、もうそこで報道しちゃってるからね。してるしてる。もうウェブで流れてるから。早いから、早いから、みんな皆さん早いですから、ね、みんなも命かけてんだから。頑張ります、ディレクター。頑張ります。すみません、はい、頑張りましょう。たまには命かけろよ。命かけます。命かけましょう。すみません、今感じちゃった俺。うん、いいわ、もういいわ、もういいわ、いいけど。はい、じゃあ仕切り直して、はいはい、はい、正月だからね。はい、正月だからちゃんとしましょう、ね、はい、最初は大事。うん、はい、というわけですね、うん、今まで、うん、私2018年から、うん、2018年も、うん、鉄道いろんなところに行ってきたんですけれども。行ってきたね。はい、うん、それをじゃ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 ということで。どれどれどれ、はいはい、ちょっとじゃあ隠します。あ、来ましたね。来ました。はい、こんだけ行ってるんですよね、私。どれどれどれ、いろんな鉄道現場に。どれ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 、合計81、はい、そうなんです。81行ってて。81ギャス、81現場、はい、そうそうそう、まあ、まあ、鉄道メディア言ったらね、100超えてるんですけどね。おお、超えてるんですけど。超えてるんですよ、実際に。本当は、はい、うん、場所に行ったりとかしたのか。そうですね、100超えてるってことはさ、単純にさ、365日だから1年、はい、そうそう、多分4日に1日ぐらい、4日にいっぺんはもう行ってるわけでしょ。あ、まあまあ、でもその100行ってるけど削ってるのがここで撮ってるやつだから。まあ ね、でもそれでもすごいよ。でも現場行ってるのが81ね。はい、でも1月5日だともうちょっと増えてるかな。あ、そうですね、この収録12月13日ですからね。言っちゃうんですね。その時点で81です。そうなんです、はい、今の時点で81。本当結構言っちゃうんだっていう。本当にゲスだよね。だってさ、言わないようにしようかなと思ったんですよね。1月のテンションでいけって自分で言ったら自分で言っちゃうのね。12月収録ってね。そうなんです、12月収録でしょ。ちゃんと正確じゃないこれ、ね、数字がね、はい、ちゃんとね説明してますよ。そうなんです、はい、まあちょっと増えるかもしれないけど、はい、今までいろんな現場に行ってきまして、うん、鉄道で行こうと。スイーツ娘も番組でやったりしてて。始まったもんね。はい、ね、そうです。スイーツ娘って去年、いわゆる去年からでしょ。2018年からでしょ。そうですね、2018年、うんうんうん、だったり。あれ大好評だもんね。お、ありがとうございます、だったりいろいろ。明るくてね、うん、海外も行ってますからね、私。そうか、行ったよね、行きました。びっくりした。海外どこ？
海外のベトナムだったり、行ってた行ってた行ってたわ、はい、ケアンズにも行ってきました。ケアンズも行ってたな、楽しかった、行きましたね、はい、僕は行ってないんだけどね、行ってね行ってね、満喫してきました。満喫ね、だってしげちゃんなんてさっきぼやいてたやつ知ってる、海外行くどころじゃないんだよ。だって何何ですか、前前回の上毛電気鉄道の車庫弁、おいおい車庫弁ねえから車庫の弁当俺食ってねえからだって、それだけぼやそんなちっちゃなとこもさ、持ったやつ食べれてないから、そんなちっちゃなぼやきがある現場なのにあなただけ海外行ってんのよ。そうなんです、行っちゃいました。うまいもん、ぐらぐいしてさ、はい、ひたすら食べて。俺が一番嫌いなその敬礼ね、もういいやろまた今年もそれやんのね、また大体やるもんね、大体やる、はい、リアクションそれしかないんだもんなじゃあというわけでね、はい、この中で、うん、私ランキングを作りまして、なるほど、はい、ハッピーランキングを作りました。ハッピーランキング、はい、というのはですね、今まで行った中で、うん、社内でこうすごい満足したな、楽しかったなって思う、うん、思った、はい、たくさんいたので、うん、社内で楽しんだ車両を、うんうん、ベスト3まで紹介してましたので、紹介します、はい、紹介します、紹介してよ、はい、やっぱり何あのそんなに行きながらも、うん、いいのと印象がちょっとダウンしちゃうなっていうのもあんのね、いろんな現場が、まあ、正直言うと一部分でしょ、でもね、まあそうですね、一部分、うん、あちょっと違ったなとかあったりするんですけど、うんね、その中でも大満足だった、はいはい、ハッピーになれたランキング、うん、まずは3位から、3位からね、はい、3位は、うん、じゃじゃん、JR 九州のある列車です。いや、よかった。あれもよかった。映像しか見てないから乗ったことねえよ。ないよ。スイーツが多すぎて、まあ、ないんだよ。まさにスイーツ娘にぴったりの車でした。出た。スイーツ娘で行ったんだ。はい、そうなんです。番組で行ったね。はい、番組に行って。これしげちゃんも行ったでしょ？行ってないじゃない。番組は一切行ってないから。あ、そうか。びっくりするでしょ。またそれは向こうの違う担当がやってるのね。はい、別の。そうなんです。別の方々が担当してくださって、本当に、ね、行かせてもらえないですけど、はい、もうね、これ本当に現場で感じる、本当見える格差社会だよね、本当に。そうなんです、俺ら本当にね、いや、ありがたいですね、下僕階級、本当に本当に鉄道業界の働いてますよ、本当にね、他のメディアもね、あれなんかごめん、あ、なんかもう新春早々結局業界の愚痴になっちゃった、暗い、ね、暗い、業界の愚痴になっちゃった、2位ね、2位ね、2位は、うん、JR 四国さんの伊予灘物語号です。あー、乗ってみて、最高だった、景色がね、すごい綺麗で、うん、景色がいいの、はい、あ、食もあるんだよね、食ももちろん、はい、美味しかったですし、大満足で、そしてはい、第1位が、これ何、これ何、ハッピーランキング1位です、はい、伊豆の観光列車ザ・ロイヤルエクスプレスです。来たね、最高だった、これはもう、あ、そう、はい、ロイヤルエクスプレス行ったんですけど、景色も綺麗だし、いや、なんといってもね、本当に豪華絢爛な車内が、水戸岡デザインだし、良かったです、でちょっとヨーロッパというか、ちょっとこう、そうですね、ロマンあるデザインで、うん、クラシカルで上品で、上品で、あ、上質で、上品、上質で、上品で、いいな、いや、なんかね、みきちゃんね、残念なのはね、はい、上位3つとも言って結局しげちゃんも俺もなんかいいなっつって、なんか結局世の中を愚痴っちゃうっていう方向に行っちゃうからね、あんまハッピーじゃない、あなたいい思いしすぎなんですよ、あの、ね、ハッピーだもん、ね、全然ハッピー感が来ないんだけど、じゃあちょっと伝わないですか、じゃあハッピー感ちょっともう少しなんか伝えてよ、はい、伝えて、ロイヤルエクスプレスは、やっぱりあの内装もいいんですけど、食事も最高だし景色も最高で、なんといってもスタッフの方の気配りができて、やっぱりホスピタリティ、はい、ホスピタリティ、おもてなし、まあ、やっぱりね、ちょっと値段は高くなるんですよ、うん、乗るのでお食事付きで 2,3 万ぐらいかな、2,3 万乗るんかよ、はい、2,3 万、 2,3 万ぐらい多分すると思う、俺ね、さっきね、この収録の直前にね、ミキちゃんに俺ちょっとぼやいたの、うん、この前俺ガールズバー行って俺が支払わされて3万すったっつったのに、何の話ですか、いいな、3万かかる列車乗ってみてよ、ホスピタリティのいいやつさ、そこで使うんだったら3万払って乗った方がいいです、あ、そうか、でも楽しかったんじゃない、
そうだよな。そんななんかいいな、そういうバーとか行くよりは。ガールズバー、金払え、金返せ。いや、全然ハッピーじゃねえわ。全然ハッピーじゃない。ごめん、全然ハッピーじゃなかった。すみません。で、ロイヤルのね。ロイヤルエクスプレス、本当に寄ってみたい。いや、本当に。あの沿線の方々もお出迎えに来てくれたりとか、人の温かさが伝わる車両でもあるので、ああそうか、だから本当にハッピーっていう意味で幸せ感がいっぱい出てくるんだろうね、はい、乗ってね、乗ってる人もスタッフさんもハッピーになってる車両だなと思って、はい、ロイヤルエクスプレスを一緒に来ました。列車もいいし、伊豆急だから海辺を走ってね、そうなんですよ、景色もいいもんね、ちゃんと海側についてる席とかがあるので、はい、乗ってみて最高でした。はい、で今のはねハッピーランキングなんですけど、俺しょもういいでしょ、楽しかった、もう一個アンハッピーランキングを出ました。やるあるそんなところ、いいのいいの、やっぱね、っ今ねちょっと俺ねドキッとしたのは、はい、やっぱり、ね、人の不幸ってやっぱハッピーなのよ、他人が見ると、そうなのね、そう、人のアンハッピーちょっと見てみたい、人のアンハッピーをじゃあ、うん、はい、まずは何、これは1位2位まであって、はいはいはい、2位が、うん、あの極めて鉄分。いやいや、それはまた。それはまたあれちょっと。初回ですね。いや、俺それあれでしょ。新鉄道。みんなでやってるやつでしょ。隔離のやつです。番組。ちょっとね。あったそんなの。ちょっとね、俺思い出しちゃったけどね。はい、あったっけ。ミキちゃんハッピーのやつって全部俺らが作ってない。スカパーでやってるいいやつを出しておいて。そうですか。たまたまじゃないですか。自分が不幸だったっていう2本は何？俺らがやってるやつなの全部。で第1位はやってるけどな、第1位が極めて鉄分の補鉄です。いやいやいや、2回やわなくていいんだよ、2回やわなくていいんだよ、なんだろうな、いやいやいや、なんか楽しかったでしょ補鉄、なんかそのなんかダメ、全然疲れました、決め顔でさらっと言うのなんかイラッとくるよね、なんかね正月からなんかなんだろう、イライラ感満載だよね。鉄は横浜市営地下鉄の線型、ああああお探しに行ったりとか、蒸気機関車のレゴ市、公園に探しに行ったりとか、補鉄使うの、や鉄ですよ、補鉄ね、補鉄あるそんなの、歩くに鉄って書くね、補鉄だったんだよね、結局なんか市営地下鉄のも見られなかったし、そうだった、そうだった、蒸気機関車も夜になり、真っ暗だった、本当にもうただただひたすら歩くだけ、楽しかったけどな、鉄分もそんな取れてないですもん、歩いてる時だって、俺思い出したけど、はい、ミキちゃんのね、昔あの横浜シーサイドラインの、うん、はい、ね、あ、行った、そうです、そうです、ポテツで行った、はい、活躍してた時代をいい思い出がいっぱいあるのに、うん、それ全部ぶち壊されてるの、ぶち壊したないでしょ、だって全部壊されましたね、楽しかったでしょ、だったよね、全然1ミリも楽しくなかった、だからね、ここで改めて皆さんに言っておきますけど、ポテツっていうのはいい文化があるんですよ、いい文化はあるけど、しげちゃんが作ったホテツは多分ね、世界最悪のホテツだったね、最悪のホテツです、ホテツじゃないです、こうだけです、鉄ついてないですもん、だ日本ホテツ協会とかっていうのが多分あったら、多分協会から抹消されますよ、されてるこのコンテンツ、それはわかる、でも絶対面白い、ホテツじゃないって言われちゃう、絶対楽しいと思うよ、日が暮れるまで歩く鉄道探しに、いやいや俺鉄道が、まあ、横にあればいいんですけどね、うん、全く触れてないんですよ、ほぼ触れてないですよ、ね、うん、暗すぎて見えなかったし、みたいな、しげちゃんだけがこう満足しちゃってるってコンテンツの二大コンテンツだよね、俺ね最近気になってるのはね、俺この前のあの上毛電鉄のあの灼電の映像も、はい、この映像危ねえなと思っちゃったのなんだこれと思ったもん、だってシャコベの CM みたいな絵だったんだって、そうそうそうなんですよ、で最後ミキちゃんの決め方とかね、はい、まさかあんな感じで使われると思ってなくて、あれ何だったんだろうね、あれ何なんですかね、あれがいいんですよ、いや結構本番でもあれ突っ込めなかったもん、結構みんなポカーンだったもん本当に何だこれ、みんなポカーンしましたもんね、まだやっとんじゃい、上毛の中澤さんもポカーンとしてたで、どうしよう、もうちょっといじってほしかったけどね本当ね、俺もね、あれびっくりしたよ、なんだあの映像はと思ったの、びっくりしたよ、びっくりしたよ、そうそうそう、反応あると思って、だからね、ちょっと分かりやすくすればよかったね、そうだからね、ここでね、みんなあの鉄道業界の皆さんにちょっと伝えておきたい、みきちゃんとしげちゃんが現場に行って、はい、あいつらあんなに用取って何取ってんだってこれ上がってくるのがこんな感じなんで、うわ、だからもうみんなね行けなくなるじゃないですか、それ現場に、だからもうあれですよ、あの業界ランキング、業界ランキング 最下位っていうことで、ね、オーラ出まくってますからね、業界ランキング最下位、オーラ出まくり、だから鉄道会社さんも
ね、有名ななんとかなんとかニュースさん、なんとかなんとかメディアさんとかって呼ぶじゃない、はい、絶対ああいう時って俺ら名指しだよ。はい、テゾチャンネル次今大手のメディアさん全部終わったから、はい、はい、テゾチャンネル次、おーいって言うでしょ。3分でやって、3分でやって、お尻決まっちゃってるからって言われたでしょ。現場でそう言われちゃうからこれからずっと。切ないですね。でもそのゆるさがいいじゃないですか、鉄道チャンネルは。ん、鉄道チャンネルはそのゆるさがいいんですよ。まあ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 ね、他ができないことができる、まあね、もう そこで勝負するしかないからね。まあそうなんですよ、うん、もうなんかね、帝国データバンクなんか出てたよ、データで。もう鉄道チャンネルは二度と見ないっていうのが、なんかもう年間ランキングでだいぶいいとこまで行って、あ、二度と見たくないメディアランキングで結構上位に悲しいな行ってるんですよ。悲しいな、こんな楽しくやってる。いや本当に頑張らなきゃいけないな。楽しいですけどね、僕らは。そんな、なんかアンハッピーなりすぎじゃないですか。いやいや、新春からちょっとだいぶすさんだ絵になってね。まあ知ってますよ。まあ知ってますよ。もうみきちゃんが始まりましたって言って見出した人が100人いたら、はい、この今この時間まで見てくれてる人は多分4人ぐらいじゃない。そうですね。4。はい。そう。離脱率94%。離脱率96%ぐらい。96%なんで。今4%か3%の人が見てくれてるから。じゃあもうそろそろ締めます。すみません。予定よりだいぶ押してるから、ありがとうございます。というわけで、はい、今年もよろしくお願いいたします。ぜひよろしくお願いします。はい、こんな感じでゆるく続きます。また来週も見てください。よろしくね。よろしくね。チャンネル登録ね。そこの君、チャンネル登録。これは言いたい。チャンネル登録よろしくね。